ごめんなさい。猫のクソアバが、この女を殺す気なのか。たった今助けられたところだろ。落ち着いて。よくも見捨てたな。引き寄せろ。説明させて。ざけんな。真偽のかけらもねちゃんもいるが。違う。ちゃんはジンジエを殺したかった。私の任務は彼を守ることだった。それでどうなった。やざ死んじまったぞ。違う、死んでない。いい加減にしろ。ガキども、このままここで死にたいのか。ほら行くぞ。ジュートレイ、喧嘩は後で急げ。そんなの信じられねえ。そろそろここを出るぜ。軍曹、ゲートを開けるのを手伝った。軍曹、急げ。レッカー、これをあなたに。タックスキャナーを取っといたのか。クソ寒いったらね。一体どこなんだ、ここは。あれを見るか。自由だ。韓国にはおあつらい向きの場所だろ。足元に気をつけて。言われなくても分かってる。アイリッシュ、私は味方よ。そうかよ。デタラメは結構。シンガポールであなたを捕虜にしていなかったら私たち全員死んでいた。そうだ、パック。パックはどうした。あいつも助けたんだろう。やるぞ、行くんだ。タワー付近に敵のパトロールだ。雪がいい。了解した。姿勢を低く走って。ダメだ、生物に隠れて進め。奴らを倒せ。いつでも。
けて。
アイリッシュ。お前ジンジェイは生きてると言ったな。チャンは殺し損なった。彼は USS バルキリーに追ってる。つまりお前の亭主か。ええ、 CIA の偽装工作。チャンが彼の居場所を知ることは中国には死活問題。中国なんて知るか。船に乗ってる全員の危機だ。俺たちにできることなんてないぞ。お前誰だよ。こいつは一体何なんだ。 大した作戦だな。ヘリだ。こっちに来る。
大丈夫。俺は生きる。ロシア野郎は死んだ。少なくとも自由になって死ねた。立って、道はまだ長い。システムチェックしろ。短波受信機よし。 ESM 簡易受信機も作動しました。スエズに近づいたら指向性アンテナでイスマイリアに通信を試みろ。それまでは無線封鎖だ。了解、キャプテン。トゥームストーンからは何かあったか。何も。ビーコンのかすかな痕跡も見当たりません。死ぬのか。協力し合えば生き残れる。